おはようございます。名前の方は高野兄弟と申します、はい、19歳です。お、若いですね。で、今回あのオープンメンバーに選ばれて19歳でね、ちょっと元気の方を見せていこうかなと思っております。で、今日明日明後日ちょっと僕早番勤めさせていただくんです。早番ってあれなんですよ、お店に一番最初に来てそのオープンまで、ね、もうなんていうんだろう、そこまでが主役じゃないですけど、めちゃくちゃ大事なポジションで、お店をオープンするまでにあたって準備するものとかあるんですけど、一番最初に来てそのなんていうんだろう、準備する、とにかく超重要なんですよね。そこをちょっと任させていただいて、店長の今日記念日なんで、オープン日初日バシッと決めていい営業ができるように頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした、オープン準備から今日迎えにあたって。まあ僕あれですね、足立インター店でも慣れて、はい、実習もうトントンと2日目なんで、まあ、慣れていた部分があるんです。まあ、今回でいうとオープン準備もそうなんですけど、加賀新栄って、まあ、杉本店長の下で絶対副店長するって決めて、まあ、足立インターの時も言ったんですけど、ここだけは絶対譲らないって言って来ました。ああ、なるほど。やっぱりこう足立の時と比べて順調に準備はできたんですか。まあ、順調にはできたんですけど、まあ、それはあらゆる問題点も出てきましたけど、まあ、もう乗り越えることができたんで、どうしてやるなら引き抜けます。OK です。今日オープン当日なんですけども、はい、気合いどんな感じですか。もう気合いもう全然慣れは生じてるとは思います。でも、まあ、何でしょうね、オープン日というか開店前のこの緊張感はいつ経っても変わりません。なるほど。すごい緊張してます。OK です。じゃあ、すごいオープン楽しみしてますのでよろしくお願いします。あ、お願いします。ぜひ。おはようございます。なんか足立インター独特と比べるとかなり顔色が、あ、本当ですか、違いますか。じゃあいい感じに、いい感じに、はい、どうでした、オープン準備から今日。足立インターからですね。そうですね、経験してたんで、まあ、これがまた僕のちゃんとできるかっていう、はい、訓練にもなりましたし、でまたここで課題も見つかって、うん、もうやっぱとてもいい、オープン準備にはなってます。ありがとうございます。はい、なんか足立インターのオープンの準備と比べて、はい、今回どうでしたか。あ、今回未経験者の方も2人いて、うん、そこを僕は今度は確認して、でそれを指示出すっていうのはもう課題なので、うん、また一つ上でっていう状況に今僕の課題としてはなってます。なるほどですね、はい、今日オープン当日です。はい、何か意気込みとか。意気込み、やっぱり美味しいラーメンで大来店をっていう、まあ、佐賀県1号店なんで、それを大来店っていうのを知ってもらうためにです、一生懸命元気に明るくやっていきたいと思います。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。オープンメンバーに選ばれてどんな心境ですか。そして今日オープン迎えて、前回一応足立インター店では僕のオープンメンバーとして仮に参加させてもらって、今回がっつり初日からさせてもらったんですけど、ちょっと予想以上にこれがオープンになるって思いやられることが多くて、毎日自分としても自分との戦いでした。なるほど。どんな戦いがありました。ちょっと僕は喋ることが苦手っていうか、やっぱり初対面の人があんまりはっちゃらけで喋れないので、そういうところを自分に勝てるように喋っていかないと、店長とか店長になれないところがあって、そういうところだったり努力をしていかないかなと思います。入社は何ヶ月か、何年目。入社は今日でちょうど1年になります。お、いいですね。これからいい感じに。わかりました。ありがとうございます。じゃあ今日お越し、期待してますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。おはようございます。トリス店から来ました中村です。はい、オープンメンバーに選ばれて今日を迎えるにあたってどうでしょうか。まず今回オープンメンバーに選ばれたとしては、一番目標に掲げているのが自分
の指導力の向上をかけて、まずそれはなぜかというと、まあ、今までバイトとして働いていまして、人に指導する、教えるっていう機会がなかったので、で今回その新店メンバーを選ばれて、新店はその PA さんとかアルバイトさんたちがたくさん来られて、まあ、最初はやっぱ教える機会がたくさんあるんで、まあ、それに持ち込みだと思って、まあ、そこでたくさん教えて自分の指導力向上を目指せるんじゃないかなと思って。なるほどですね。はい、でも社員になられたらいつ頃なんですか？今年の3月です。あ、なるほど。はい、まだ若いです。そうです。あ、まあ、私は25歳。あ、なるほど。はい、その時まで特別でアルバイトされた。そうです。なるほどです。社員になられたきっかけとかは？きっかけは、もう、それその時、まあ、バイトだったので、できる感じ、決まったんで、もう本当とりあえずお金が欲しかったので、社員としてがっつり働いて、で、内外系の良さにも行かれていたので、ラインと気が付いてると、はい、なるほどですね。今日オープン当日ですけど、何か意気込みとかあれば。意気込みはまあ多分他の社員さんたちもおっしゃられると思うんですけど、まあ、佐賀1号店ということで、まあここのライン店の良さを知ってもらうべく、まずは接客の最高のおもてなしをしていきたいと思っています。ありがとうございます。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。おはようございます。ついに店長ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。どうでした、はい、店長決まってオープン準備入って、はい、で今日オープン当日ですけど、何かいろいろあったと思うんですけど、まあ、今の心境をちょっと率直にお聞きしたいなと思います。どうですか？あ、そうですね、まあ、オープン、まあ、店長決まってオープン準備、まあ、今日までもうね、初めてのことばかりで、あっという間に過ぎていったなと思って、まあきついこともたくさんありましたし、まあ正直ね、泣いちゃったこともあるんですけど、それはね、それではまあね、まあ諦めずに、ね、やってきたんで、まあ今日というオープンの日を迎えることができたなっていうふうに思ってます。なるほどですね。はい、足立インターでオープン準備ちょっと入られたじゃないですか。はい、それの経験とか活かせた、まあ、活かせた感じはありましたか？やっぱりこう下郡でオープン店でやらせてもらって、ね、足立では、ね、準備に参加させてもらって、まあ、イメージっていうものはすごいできてたんですけど、じゃあ実際いざ店長となって、ね、自分が指示出したり、ね、お店作りをしていく中では、ね、今までとは全然比べ物にならないぐらいもう大変でした。うーん、一番印象に残ったこととかありますか？印象に残ったことですか？どんどん店内ができてたことですかね。その過程が一番良かった。で、まあ、あとはやっぱね、オープンメンバー、今回すごい、まあ、若い子たちが多いんです。うんうん、まあまあ、僕もまあ、若いっちゃ若いんですけど。年齢は？あ、僕25歳です。若いですね。でも僕より下の子が多いんで、はい、まあ、その子ら最初結構ぎくしゃくしていたんですけど、まあ、どんどんオープン準備から、ね、昨日の最終日に向けてどん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 仲良くなっていって、ね、僕自身もすごい嬉しいなと思ったし、ね、気軽に話せる関係ってやっぱ大事やなと思いますし、まあ、営業中でも、ね、そういう風に何でも言い合える関係になってほしいなっていう風に思います。あ、その石の土台は全て感じですか、この準備中に？そうですね。いいですね。はい、今日、まあ、オープン当日ですけど、なんかこう意気込みとか最後お聞かせ願いますか？まあ、佐賀県1号店でオープンさせていただくんで、まあ、佐賀県の皆さんに、ね、まずは来来亭ってどういうところなんですか、どういうものなんだっていうのを、してもらえるために、まあ、全力で、まあ、三大原則を大事にして営業していきたいなというふうに思ってます。じゃあ店長、本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日は期待しますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日、まあ、店長さんたちからお話聞いた後に、あえて今日マネージャーのところ来たんですけど、まあ、いろいろこう課題もありつつ、なんかそこを克服できたみたいな話を結構伺ったんですが、マネージャー的に今回のこう佐賀の進展、まあ、どういうふうにこう向き合ったというか、どういうふうに 見られてましたか？まあ、足立で経験した子たちが、はい、まあ、いるけど、はい、まあ、
あそこってその近隣に店がある、はい、から知ってる人がいっぱいいるから、はい、で今回はエリア初出店で、まあ、僕も、まあ、言ってここで九州全県、はい、だから7回、まあ、7回というか全部で9回新規初エリア出店っていうのやったけど、はい、やっぱ新規エリアって怖いなって、はい、経営的に言うと、はい、だってわからないし、はい、売り上げが、はい、うん、でまあ今日の売り上げもわかんないし、はい、もっと言うと1年後がわかんない、はい、もしかしたらすごいいいエリアになるかもしれないし、はい、ああダメやったかっていうエリアにもなるかもわからないんだけど、はい、それが僕らのせいなのか、はい、地域柄なんかってわかんないから、はい、誰にも答えないから、はい、まあ、できればできることはとことんやってほしいなと思うんだけど、はい、やっぱ一回やっちゃうと、はい、あオープンってこんなもんだよねって思ってる、はいはい、うん子たちがやっぱいるっていうのも、まあ、一つの課題で、はいはい、まあ、その彼らにはそう思ってほしくない、はい、うん、まあ、店長も含めてオープン何回か経験してるから、はい、でも新規エリアってやっぱすごい恐ろしいから、そうですね、うん、もう不安でしかない、はい、今日タクシーね佐賀駅から乗ってきたんですけど、うん、やっぱ来来て知らないっていう方でしたから、いやそういや全く知らないですよ、はい、多分バイトさん今回40人近く集まってくれたけど、はい、知ってたの一人だけ、はい、そのレベルですよね、そのレベル、うん、なんで楽しみでもありますし不安でもありますよね本当に、うん、まあ楽しみはねまだないっすね、まあ100戦でまだマネージャーでも僕にはないから、ああなるほど、まあ現場はね現場というか店長たちは楽しみにしてくれたらいいけど、はい、まあ、僕はちょっとね視点としてはねやっぱり、うん、やっぱりね、うん、もう大丈夫なんかなっていうのもあるし、はい、オープンってやっぱいいなと思ったのが、はい、その劇的に変わった、はい、もうまあ、こいつはもう厳しいこと一緒言わないんじゃないかなと思ったら、はい、3日目の朝礼で、はい、もう朝からそんなだらけてるんやったら、はい、やめようかみたいな、はい、僕言ってないですよ、へえ、勝手に言い出して、はい、なんかあなんかザ店長やなって、ああいいですよね、まあその時だけかなと思ったら終礼もしっかりして、はい、次の日の朝礼もしっかりしてで、はい、うん、行動も変わったし、あやっぱ人間って成長する時って一緒やなみたいな、はい、うん、そのきっかけがたくさんあるのがこのオープン準備というかね、まあね、まあ一緒にいるからですね、はい、うん、いいですよね、チャンスが多いですよね、はい、こっちも伝えるチャンスが多い、はい、ありがとうございます、まあ強い社員が育ちたいんですよね、はい、なるほどね、わかりました、ありがとうございます、うん、はい、じゃあまたオープンの時にまた入らせていただきたいなと思いますんで、はい、お邪魔しました、ありがとうございます、お疲れ様です、どうですか、もうあと10分で朝礼ですけど、ああ、緊張しますね、いやいいですね、ああ、ほんとにね早いですねアルバイトから言うと7年ですもんね、7年半、7年半、7ヶ月で社員になって3年と、3年半、うーん、すごい来ましたね、ついに、ついに嬉しいっすね、はい、まあ、いろんなことを思い出しますね、やっぱりいいですよね、いろんな思い出がやっぱありますんで、はい、25歳、店長、いいですね、はい、ありがとうございます、待ってますね、はい、わかりました、はい、どうぞ、はい、ちょうどいくよ、はい、はい、9月1日ついにこの日がやってきました、店長が
決まってあっという間の1ヶ月半の日々でした、アルバイトで入社して7年半の日々がだったんですけど、まあ、本当にアルバイトの時から代々亭で働くのがすごい好きで、もう大学なんか行かずに代々亭でアルバイトをめっちゃしよったなっていうのをすごい思い出します。アルバイトから社員になってからも、逃げ出したくなる時もいっぱいありました、ね、そのために、悔しくて泣いたりする時もあったんですけど、まあ、このままじゃ終われないなって思ってずっとやってきて、まあ、自分だけの力じゃなくて、正木社長、中野マネージャー、オーナーさん方、店長方、そしてみんながいたから僕はここまで、今日のここまで、やってくることができました。佐賀県の1号店の来来亭として佐賀県の皆様に、来来亭の良さ、凄さを知ってもらいたい、その一心で、今日から頑張っていきたいと思います。来来亭が大事にしている三大原則を大事にしてみんなで、佐賀県のラーメン屋はどこだと言われたら来来亭だと言ってもらえるように頑張って地域一番店を目指していきます。今日からよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。まずは、業者さん、各業者さん、星崎さん、アルバックさんにお呼びましょうか。田中さん、ありがとうございました。ありがとうございます。社長、特急線に出して小倉に初めて来られていらして、その時に関門海峡を渡ってやっと16年かかったけど、やっと九州全県在来亭がここで出せました。おめでとうございます。おめでとうございます。店長とはそれ、ね、バイトを本当によく好きで、こいつ金髪やって金髪で髪長くてチャラいなと思いながらめっちゃ頑張ってて、よく本当大学生の頃から杉本お前ようやるなとか言って、本当なんかあれがもう何やろ、2、3年前にみたいな、でも結局ようよう聞いたら7年経ってるで、やっとついにここにおって、しかも俺の横におるみたいな、なんかもうドラマやねみたいなで、今はまあレギュラーの子、副店長も含めてちょっと今緊張してる、ドキドキしてるっていう人、はい、手挙げて、はい、手挙げて、OKOK、この気持ちを忘れずに、必ずね、まあ今日って本当に大事な日なんだけど、お客さんにとっては本当に毎日毎日がフレッシュで、でも僕らはどうしてもだれるのよ。もうはっきり言うけど絶対君らはだれます。1週間後とかはもうだれだれ、今日の元気がまるでないってなるわけだから、できれば今日の気持ちは思い取ってほしい。なんか俺そういうあの日ドキドキしたな、でも1週間ぐらいしてこうだらっと来る自分がいたら自分で気づいてほしいな。でそういう自分でやっぱね、自分のこうモチベーションっていうのを上げれる人間じゃないと、君らの機嫌を取ることは僕はできないから、自分の機嫌は自分で取ってほしいし、自分のテンションは自分で保つもんやから、誰かに頼るべきもんでは将来的にはない、子供の間はいいけど、だからその辺はなんか考えて今日のこの気持ちとこの工程を忘れずにやってください。で、まあ、店長が言うように本当、ね、佐賀1号店とか佐賀県民の皆様に愛されるようなお店作りって何なんかなって、まあ、店長はこれから毎日頑張ってほしい。で、お前の場合は、なんかこう今から先大変なことがあって苦労して辞めたくなる時もあると思うけどとは俺思ってなくて、多分大丈夫やろなと思って、もともとすごいメンタル弱かったとこからここまで来てるから、ああもう大丈夫な人やなと思ってるから、まあ、そこは安心してるけど、まあ、本当に困った時はあっこにお前の師匠がおるから何でも相談して、相談することですごく、相談するだけで楽になるから、はい、相談しないから悩む、悩みって相談したら悩みじゃないから、だからそれを忘れずに、その困った時は相談する、はい、それだけやっとったらお前基本的に能力だから大丈夫やから、あとは大丈夫やと思うし、相談しないとこがある、はい、ちょっと自分で抱え込むやん、そこだけはちょっと怖いから、それだけなかったら多分お前はいいテンションになれるから、まあ、これからよろしくお願いします。お願いします。よし、じゃあ、佐賀県一発目の店舗朝礼最後店長閉めてください。はい、はい、では行きます。はい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 、元気よろしくお願いします。お願いします。Simple as it seems.
誰もいません。行きまーす。はいチーズ、はいチーズ、はい行きまーす、はい行きまーす。いい顔、いい顔、めちゃくちゃいい顔でーす。オッケーでーす。お疲れでも佐賀もう店長にかかってます。はい、頑張ります。佐賀で店舗増えるのはもう杉本店長の腕次第。そうですね、頑張ってください。はい、よし、はい、頑張ります。お願いします。営業スタート、営業スタートです。はい、はい、いらっしゃいませ。お客様どうぞ。はい、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 お客様どうぞ。